2006年の日仏教作、遊遊ぶ上演後の挨拶。左から5人目が演出のジョセフ・ナジア・アビニオン演劇祭は、毎年のバカンスの時期に南フランスのアビニオンで開かれている演劇他のフェスティバルである。期間中は約9万の街の人口に匹敵する数の演者、観客がフランスはじめ各国から集まる。7月に3から4週間開かれている。 イン及びオフと呼ばれる二つの組織が互いに独立に並立している。インは招待性、オフは自主公演性である。インの事務局は自らをインと称してはいないが、オフの活動家を招待したことはある。歴史はインの方が古い。二千七年のオフのポスター演目は演劇、バレエ、ミュージカル、映画、コンサート、舞踊、コンテンポラリーダンス、マリオネット、マイム、 牙オペラサーカス、大道芸など幅広い。2007年のインでは客席数約2000のアビニョンの旧教皇庁前提のメイン、会場他18カ所で34の演目が上演された。2007年のオフでは町内外の劇場、体育館、教会、カフェガレージなど約120の会場で876件の公演が模様された。 オフは宣伝が自由なので街にはポスターが張り巡らされ外戦の行列が行き交う。第二次世界大戦後の1947年俳優で演出家のジャン・ビラールがアビニョン教皇庁の前提で野外演劇をと提案され乗った。ビラールは市民に来やすい演劇を目指していた。アビニョンの旧教皇庁は14世紀から約100年。 続いたアビニョン補修及びその余波の移行である。1947年9月4日から10日の初公演は、ビラールの観客に近寄る姿勢が若者らの好評を、呼び、夏に欠かせぬ行事として、急速に定着して行った。ビラール、ジャンヌモロー、ミシェル・ブーケ、マリア・カザレス、フィリップ・ノワーレ、ジョルジュ・ウィールソン、ジェラール・フィリップらが出演した。 1951年から1963年まで、ヴィラールはパリの国立民衆劇場の支配人を兼ねたので、フェスティバルは旧教皇庁前提における国立民衆劇場の座員による公演であった。1964年からは他の演出家も招いた。1966年にはモーリス・ベジャールの20世紀バレーダムを招き、1967年にはゴダールの映画、 中国女の公開前の上映もした。会場も増えていった。1968年には5月革命の余波がフェスティバルに及び、ビラールは学生らの抗議、論争に巻き込まれた。彼は1971年に没した。歴代のディレクターは次である。なお、2003年の院は失業保障の法律改定に反対するストライキのため中止された。 1964年の演劇祭の時期に打ったアンドレ・ベネデットの自主公演がオフの端緒とされ、その後、1971年には38演目が上演され、2004年には667演目、2007年には876演目と年々盛んになっている。1982年以降のオフはアラン・レオナールディレクターのアビニョン・パブリック・オフ教会が 総合プログラムを編集配布した。また、先駆者、アンドレ・ベネデットのアビニオンフェスティバルと参加団体組合が2006年と2007年の参加団体と会場等をまとめ2008年の参加申し込みを受け付けている。ありがとうございます。